に。いや、シリカ、どうしたんだ？実はちょっとお願いしたいことがあるんです。神聖術でどうしても試してみたいことがあって。わかった、もちろん付き合うよ。ありがとうございます。では森まで一緒に来てもらえますか？この辺りの森はのどかだよな。まだ魔獣の発見情報もないし。はい、とっても空気が美味しいし、大自然って感じがします。ん、金飛びキツネか。この子たち可愛いですよね。そうだ、キリトさん、ちょっとだけ待ってください。ん、豆菓子か。はい、ドニエさんから聞いたんです。金飛びキツネはおやつに豆菓子を食べるって。はい、みんなどうぞ。おみんなうまそうに食べるな。シリカ、こっちでもテイマーの才能を発揮してるな。そんなことないですよ。でもやっぱり動物は可愛いです。よしよし、なでなでしても怒らないなんて優しいね。本当に可愛いな。シリカは本当に動物に好かれるよな。あ、ごめんなさい、つい夢中になっちゃいました。先に進まなきゃいけないのに。大丈夫だよ、急いでないしな。ありがとうございます。では行きましょう。広場みたいになってるし、この辺りでいいかな。はい。それじゃあ試してみたいことについて教えてくれるか。実は私ずっといろんなエレメントを生成して盾を作る練習をしているんです。防壁技か、なるほどな。それで私の作る盾がどれだけの効力かを試すためにもキリトさんに手伝ってもらいたくて。私が盾を作るのでキリトさんは攻撃を当ててくれませんか？わかった。でもうっかりシリカに攻撃が当たると危険だな。あ、じゃあダメージが最小限で済むように風素を飛ばして盾に当てるよ。風素なら誤って体に当たってもダメージを受けることはないからさ。ありがとうございます。それじゃあお願いします。すごいじゃないかシリカ、全然盾を破れないぞ。そのためにたくさん練習したんです。それでもまだまだです。キリトさん、思い切り来てください。わかった、それじゃあ一気に行くぞ。5つのエレメントだ。ジェネレートエアリアルエレメント、ディスチャージ、さあシリカ、これが防ぎきれるかな。ジェネレートアクビアスエレメント、水の障壁か、ずいぶん勝負に出たな。金飛びギスネ、シリカの足元にまとわりついている。方向に盾を形成して金飛びキツネの前に障壁を形成した。シリカ、危ないぞ、避けてくれ。でも スカートがめくれて、盾を維持するためには手でスカートを抑えられないし。シリカ、大丈夫か。ごめん、そんなつもりはなかったんだ。まだ風素が飛んでくる。ひらー、お願いです、すぐに目を閉じてください。見ちゃダメです。
かった。すまないシリカ、俺のせいでこんなことに。その怪我はないか。はい、風鎖だったのでダメージゼロです。ちょっと精神的なダメージはありましたが。ごめん、まさかあんなことになるなんて思ってなくて。いえ、キリトさんは悪くないんです。私が練習をお願いしましたし、何より金飛びキツネが来たのは予想外だったので、あの子たちも無事でよかったです。それにしてもシリカの新生術の上達には驚いたよ。いつの間に練習したんだ。こっそりといろんな場所で練習してたんです。どうしても盾を極めたかったので。盾を極める？あの SNO に始まって、今までも私ってずっとキリトさんに守られてばかりでした。でも今回は盾を極めて、私がキリトさんを守りたかったんです。シリカ、そんなことを考えてくれたのか。はい、この世界では痛みも何もかもゲームとは違ってリアルに感じてしまいます。だからこそ私はキリトさんを全力でサポートする役割、キリトさんの痛みを防ぐ存在になりたいんです。シリカ、だからこれからはキリトさんが危なくなったら、私が盾を作ってキリトさんを守ります。ありがとうシリカ、嬉しいよ。なんだか少し見ないうちにシリカはすっかり大人になったな。驚いたよ。そうでしょうか。だったら嬉しいです。ああ、本当にそう思うよ。シリカは昔と変わった。成長したって思ってもらえるなんて嬉しいです。でもずっと変わらないことだってあるんですよ。変わらないこと？はい、キリトさんが私にとって大切な人なのはずっと何があっても変わりません。なんだか面と向かって言われると照れるな。